ルービックキューブをプレイできますか？それで遊ぶのではなく、ピアノのように演奏できますか？この質問がピンとこないかもしれませんが、抽象代数学の群論でその答えがわかります。ではお付き合いください。数学の群とは、ある条件に従う要素の集まりです。それは整数の集合やルービックキューブの面など、次の4つの規則、あるいは公理に従うなら何でも。公理1、すべての群の演算が閉じていること、演算結果もその群に属すること、つまりこの四角に演算を行ったり回転したり逆回転しても同じ群の要素になります。公理2、演算時の括弧の位置により演算の順序を変えても結果が同じになること、例えば四角を右に2回、次に右に1回回転した時と1回転の後2回転した場合でも同じ結果が得られ、数字だと 1+2 と 2+1 が同じ結果になることです。公理3、どの演算でも群には単位元と呼ばれる要素があります。これを群のどの要素に作用させても元の要素と変わりません。四角を回転させる場合も整数の加法でも単位元は0というわけです。面白くないですね。公理4、群の各要素に対して逆元が存在します。ある要素とその逆元について群の演算を行うと単位元、つまり0になり、お互いを打ち消し合うことです。これで全てですが、何に役立つのでしょう。これらを応用するとある特性が現れてきます。先ほどの四角をルービックキューブに拡張してみましょう。これも同様に公理を全て満たす群ですが、今度は要素の数が増え演算も増えています。各面の行や列を回転させられます。各配置への操作は置換と呼ばれます。群の要素が増えるほど考えられる置換は増えます。ルービックキューブは4300K 以上の置換があるので、闇雲に解いてもうまくいきません。しかし群論を用いてキューブを解析し、一連の置換を決定できればそれが解放となります。実際そうやって解くソフトが多いのです。群論の表記を使って回転を表記したりします。パズルだけではなく、群論は音楽にも深く関わっています。和音を視覚化するには12の音符をすべて書き出し、その中に正方形を描けます。どの音からでもいいですが、 C どの音からにしましょう。原子値の和音ディミニッシュ7が得られます。この和音は4つの要素からなる群です。一番下の音を一番上に移動する操作を行え、これを音楽では展開と言います。先にお話しした加法と同様です。各展開により和音の音色は変わるものの、 C ディミニッシュ7であることには変わらず、つまり公理1を満たしています。作曲家は展開により和音の進行を操って不自然な進行を避けるというわけです。楽譜の上では展開はこう表されますが、四角の上に重ねることもできます。つまり音符でルービックキューブ全面を埋め尽くし、各面が共和音になるようにすると、キューブを解くことは不協和音が徐々に共和音に変化する過程として表現されます。これがルービックキューブを演奏するという意味です。学ぶことが好きならチャンネル登録をお願いします。猫が語る世界の歴史から月に住むための必需品まで、多種多様な新しいビデオを公開しています。溢れる好奇心を持って。